長坂双子塚古墳は石川県金沢市にある古墳。手っ取り川以北の加賀地方において数少ない前方公園墳の一つである。金沢市外南港の野田山山6の関係者地に一致する。墳丘は未調査のまま破壊され現存しない。現状は二十歳。1969年に石川考古学研究会により破壊後の就航の 北側半分の調査が行われる。双子塚の南東方には大乗寺がある。前方公園墳。全長50メートル。前方部幅約23メートル。公園部計29メートル。前方部長さ21メートル。前方部を北北東方向に向ける。墳居に就航あり。付近市は未確認。河村義和の調査では、公園部後方に 区形の張り出しが報告される。米軍や国土地理院の空中写真でもこの区形の張り出しらしきものが写っている。年度核を想定。1968年の紛糾破壊時に白色年度を公園部で確認したことによる。周航内に多量の埴輪の存在を確認。明治期の北陸人類学会開始にも埴輪の樹立が報告される。遠藤、朝顔。 壺型の三種からなる。稚拙な作りで個体差が著しい。しかしながら、現状確認されている加賀地方の古墳の中で、双子塚古墳は最古の埴輪を持つ古墳である。原品は石川県立歴史博物館が保管、展示する。1905年の調査で、矢尻上道製品2個、鉄拳2本以上、槍と思われるもの1本、通す1点以上、 マガタマ2点、クダタマ11点などが出土。矢尻町道製品の類品は、大阪府藤井寺市の中有山古墳、岡山県三崎町付きの和古墳などに、鉄製品として存在する。4世紀末から5世紀初。埴輪の年代間による。当時、北加賀で勢力を誇った道しのものと考えられている。双子塚古墳の西に位置。1977年に発見。 同年トレンチ発掘。一辺17.5メートルの方形墳。発見時、すでに墳球は失われていた。主軸方向が双子塚古墳と一致するらしいが、双子塚の前方部に相当する箇所にトレンチを入れていないので、前方後方墳の可能性も捨てきれない。壺形川ーラ家の小変が湿度。これらは年代判定の資料に足るものではない。双子塚古墳と、 同年代と考えられる。主軸方向が双子塚古墳と一致することによる。双子塚がある野田山やマロには、他に以前スケ塚、カ、キ塚ネなどの塚があったそうだが、伝承のみとなっている。また、さらに目を広く転じれば、野田山や、付近の万願寺山の山頂付近に、墳墓が存在する。これらは双子塚より先行する年代のものと考えられている。 ありがとうございます。